ハローアースノイド。笑いそうになったシーンある？に対する、ネットの反応をお送りするよ。アウラがキラに煽られて笑わのメイジャー。って叫ぶところは吹き出しそうになった。オーブの攻撃する演技。そんなバカな真似がうまくいくか。って心の中で思ってたら、案の定即バレしてレクイエム器は、ちょっとスピード感ありすぎて耐えられなかった。アークエンジェルゴーチンは人的ダメージが最小限でも見ていて思ったよりショック受けた。からのミレニアムでレクイエム開始は正直笑っちゃった。デュエルとバスターが出るのか。ってなってミーティア装備でやりたい放題だなって笑った。デスティニーとインパルスのラブラブデュートリオンビームはちょっと面白すぎた。キラ人は簡単には変われないからのハロー前もなぁ、が笑った。でもみんなが弱いからのシーンの伏線だったんだろうな。多すぎるけど、ストライクの合体シーンでラクスが機体の外で十字ポーズを決めてるところも面白かった。イメージ的なものかと思ったらその後普通に機体に乗り込んでたから笑ってしまった。アグネスがキラに迫るところ、いや笑うところじゃないんだけど、フレイのあれじゃねえかと笑ってしまった。アスラン周りがマジでもうニヤニヤは吹き出しそうになる配分なのほんとずるい。アスランのすべて、なんなら初登場時点で吹きかけた。アスラン何やっても面白いのにそのくせ真っ当にかっこいいのなんか変な術を浴びてる気になる。アスランはどこもかしこも面白かったが特に俺の知ってるラクスはそんなこと望まない。に、周りのみんながってなってアスランが周りを睨むのが面白すぎた。ラクスの作った料理が揚げ物だらけだったとこ。キラとラクスがあの見た目で結構がっつり食ってること。あんな線の細いカップルがあの量の飯用意してるのはん。ってなるよ。監督曰くあれはラクスなりのちょっとした嫌がらせらしい。かわいいね。剣術で負けたのに全然気にせずピラフ山盛りにして食べてるシンアスカ。デザート二皿持ってくるシンアスカ。シンは前半から面白かった。やはり最強はアスランザラカでシンが噛みついてたところ、早口で喋るルルーシュ。我に新兵器あり、一番ツボに入ったのがこれ。アスランとイモジェが何の関係もなかったことは地味に面白かった。ファウンデーションの館内がきらびやかすぎて笑った。昭和のロボアニメの悪役が乗ってそう。真のデスティニーからのこの前はジャスティスだから負けたんだ、は笑いをこらえるのが大変でした。こいつ、闇が深い。と分身ってのは、こうやるんだよ、って普通に陥落した。お前今までそんなことやってなかっただろ。そりゃもういろいろあったよ。ニコルが2回出てきただけでも笑いこらえるの大変だったもん。序盤の真のワンコっぷりには笑いが止まらなかった。眉が衝撃に備えて、って言った次の場面でアウラが必死に椅子にしがみついてるシーン。ごめんミーティア流れた時のラクスドアップはシュールすぎて笑いそうだった。一振りのコックピットに映るのかなって思ったら顔の横でポーズ決めてて困惑したわ。ブラックナイトが出撃したバリアの隙間から入れ違いでスーッと基地に侵入するところ、今横から入ってきてる、ってなったわ。この顔見たらもう笑ってしまうようになった。作品の空気を変える男アスラン。かっこいいシーンのはずなのにこの後のパロディと BGM も合わさって笑いしか込み上げてこない。アスラン出てるシーンはずっと変な笑いでそうだった。アスラン周りはだいたい吹きそうになった。ズゴック登場で劇場が笑顔になってたよ。爆風をバックにゆっくりと立ち上がる歴戦の猛者感が半端ないズゴック。あれファーストのパロよね。アムロがシャーかなこれ。シャーだわこれってなるシーンでこんな動きしてた気がする。ファーストつながりで唐突に出てくるギャンで俺は笑った。いやだってギャンが出るとは思わないじゃん。シュラー相手にいい勝負しながらこいつ、できる。って言い出したところはあまりにも自由すぎて笑っちゃった。その後ズゴックが構えるところもなんかシュールで好き。あの威嚇する神みたいなポーズ、中でジェスティスがやってると思うとなおさら面白くなってくる。ズゴックで突撃してくるのはずるいだろ。ネタバレを完全にシャットアウトして見に行ってズゴック出た時は変な声でそうになったぞ。ズゴック周り全部だな。かぶってるのもあれドラグナーのあれだよね。アスランの華麗な回し蹴り、拳と拳の語り合いに足を出すな。キラと殴り合いするシーンでアスランが一発も食らわないのお前ほんま。ってなる。蹴り飛ばされても着地して踏ん張ったりあんだけ殴られて割とピンピンしてたりで。キラも弱くはないって描写だからなおのことね。
キラが一撃でもアスランに当てるようなセオリーをガン無視してて逆に良かった。シンがキラとアスラン両方に殴られて吹っ飛ぶところ、アスランとキラの殴り合いでアスラン。するシン、アスランとキラから一発ずつもらうシン。またしてもアスラン。するシン。お前普通ならアスランの側に立ってアスランの言う通りですよ。俺たちのこと頼ってくださいとかいう状況やぞ。シンが可愛くてずっと笑顔になってた。アスランは面白すぎて笑顔にさせられた。キラの残念だったねからのセリフでちょっとわざっぷじゅるのがちらついてた。キラとシンがお揃いの体操着みたいなので登場。外に出る時に一人霊の服に着替えてたキラでダメだった。デスティニーの分身シーンは分身の数が多すぎて笑った。催眠が何回も解けたところ。ラクス洗脳されかける、キラが見てた、キラが去る、ラクスも去る、見てたイングリッドが震える。これを短時間で連発されたのは笑った。もうギャグだろこれ。2回目視聴時にこの夜のこいつらの歩行距離すげえなって思ったわ。テレビアニメなら数話かけてやる確執を2時間映画の序盤に圧縮するから、テンポ早すぎて天丼ギャグみたいになってるんだ。オルフェとラクスが共鳴した時のキラキラがどこかで見た光景だな。って思ってたんだけどさ。途中でサンダーボルトのサイコブッダのテレパシーの光景だと思い出してさ。それ以降キラキラするたびに混ざってくるんだよ。あのハゲ。あの原理がよくわからない陽電子法による大気圏離脱法がまた使われたのを見たとき、アスランの心を読んだときのあれ。妄想かがりなんて服しかねえだろ。シュラがアスランの妄想にハレンチな。って言った瞬間に脳内でこいつが走り出してきて笑うの耐えてた。アスランはずっと真面目で正当出し続けてたんだけど絵面が毎秒ギャグだったからな。キラの私服がまだこれなことに笑いが。散々ダサいってすられてたこれで出てきたのは正直ちょっと笑った。ちゃっかりヒルダ相手にラッキースケベしてるシン。ヒルダの胸もんでんって目で見られてるシン。ムーのおっさんじゃねえ。映画館でクスクス笑いが聞こえた。ズゴック登場。ジャスティスだったから負けたんだ。ラクスドッキング。かがりのエロ妄想。映画館がざわついてたのはここ。キラ、ストフリ、シン、デスティニー。なのに当たり前のようにズゴック乗って最終決戦行くアスラン。アスランザラ、ズゴック出る、この局面でも、ってなる、からのジャスティス、ってなった。ラスト地帯から降りて手前まで歩いてきて脱いだあたりのところで、足跡がめちゃくちゃだからそこでやって波打ち際までわざわざ裸で歩いて行ったんだよな。正直ラスト30分ぐらい笑い続けてたから列挙すんの難しいな。終盤はほとんどギャグのオンパレードよ。真面目にやってるのが立ちが悪いんだよ。ここを見てそういえばこんな笑える場面あったな。って思い出すぐらいアスランのインパクトが強すぎる。